こんにちは、矢田部です。今日はですね、ボールタッチの、上達させる、これ幼児でも本当に初心者が上手くなるやつをやろうと思います。じゃあ徳丸さんどうぞ。はい。徳丸さんね、まあできると思うんだけど、この間幼稚園児だったんですよ。はい。で、ボールタッチを習ったのこれ。うん。10回どうぞ。はい。まあ、こんな当たり前のことがやっぱり初心者すぎるとできないんですよ、幼児。うん。ね、まずボールはやっぱ動いちゃう。はい。あと足裏でこう踏もうとする。うん、そうですね。ね、だからこれをどうだったら幼稚園児とかでもすぐその場でできるようになるかって話したんですよ。はい。で、これがちゃんとできるようになるとやっぱ小学生でも、ね、中学生、高校生でもやっぱレベルが変わるんで、これぜひね、ちょっと試してみてもらいたいです、うん。で、まず用意すべきは、ゴムチューブではございません。おマーカーとカラーコーンがある。これ以外に。またペットボトルでもいいですよ。はい。で、まずこれ。はい。ね、一個ずつでいいです。穴の部分、ちょっとこれアップでやった。穴の部分を親指で塞ぎまくると。はい、今ちょっと左足が水でしょ。3、4、5、6、7、8、9、10。潰さないでよ。おお、なるほど。隠すですね。うん。ほら、ちょっと繊細さがないよ。ちょっと左足隠れてないから、ね。ちょっと難しいですね。難しいよ。意外と左足こんなになってましたね。ほら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 、潰しかけてたでしょ。はい。だから、もう一回もう一回もう一回。俺行くよ。はい。体重かけ。潰れないでしょ。おお、うん。潰れ、ちょっと潰れてました。ちょっと潰れかけてるね。潰れかけてる。息かけてる。親指ですよ。はい。いかさん。ごまかせないでよ。いや、ここは荒が上がってますね、徳丸さん。荒げてます、ね、上からちゃんと、ちょっと上から下ろしたほうがいいです。めきゃ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 打ってますね。でしょ。これは恥ずかしい。まあ、これマジで最後指先の繊細さまで、だってピアノ弾けますよねとバッテルルルンって違うじゃないですか。あ、そうですね。ここの差なんですよね。はい。タンタンとテルルンとは違いますから。やっぱ繊細ですね。繊細さ大事ですよ。はい。だからちゃんとスッと触って余計な力はもうここで止めるってところですよね。ちゃんとここでちゃんとね、必要な高さでまず止める能力、まずこれは大事。もう家の中でできますね、うん、はい。で、次ですよ。次もっとごまかせないのよ。またレベルアップですか。レベルアップなんですよ。次はこいつを使ってやる。俺もこれちょっと難しい、はい、これをいきますよ。どうぞ。おお。危ないっすね。めっちゃバタ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 して。危ないでー。いやー、これ結構難しい。やばいでしょ。はい。繊細さがより求められるんですよ。あ、やべ、俺も。あ、これ難しい。あ、これちょっとキーユースダメだ。行きますよね。行くよね。はい。で、これをやった後に、じゃあ、これ。どう、簡単じゃない？簡単ですね。平和ですね。平和ですね。いや、これ。
横のいい練習ですね。やばいでしょ、はい、だから全然ただやらせてるじゃん、みんなこうやってボールバタバタ動くんですよ。そうですね、今のだったら動かしちゃいけないっていう感じなんで、うん、ここで足を置くだけ、そう、ちょっと柔らかくなったじゃん、うん、はい、ね、ポイント指の裏、俺これちょっとスパイクだけどこの辺だよね、この前の部分でちょこんと触る、ちょこんと触る、ボールのちょっとてっぺんより手前かな、てっぺんより俺側に近いところで、今これだったらイメージに今この黒い部分かな、福丸さんはどうかな、設定してみましょう、黒い部分ですよ、黒い部分ここですよ、徳丸さんここだけを10回触りますからね、やばい一気にちっちゃくなったあばれるなちょっと意識しすぎるのめっちゃ難しい黒いとこだけって言われると、ね、より難しいですね、暴れますね。いやー難しい。繊細さが大事ですよ。だってさっきのだってこれと比べたら面でかいよ。あちょっと今するだけ。はい。ほっ。いやだから何が大事かって上げるこの高さの調整が大事なんです、膝の、はい、主な上げる、うん、でさらにこれを上げるんだと難しいのね、何やってるかって、はい、こっちから体重かけてる、こっちに体重かけてる、トントントン、安定感も大事、なるほどね、置いちゃうと動いちゃうじゃん、そうですね、体重行き過ぎると、だからそこを意識して、はい、そこを意識してやると難しいですね、やっぱり高が基本されどなんですよ、いやこれ難しい、本当に難しい中高生下手じゃもう小学生だってそうだけどみんな舐めてると思うよ、これって高校生でもできない、できないよ動くもだって、触ってるのも違う、触り方めっちゃ動きますね、裏で裏この辺で触ってるじゃん、徳丸さん真ん中で、はい、俺指だもん、ほら俺こう触ってんだよ、真ん中より内側の親指でしょ、これも親指よ、はい、親指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 、動かないでしょ、うまいね、うまいっすね、徳丸さんの最初のやつやってる、徳丸さんどうやって触ってた、最初こうですね、ほらほら親指じゃないね、親指じゃないのよ、ほら真ん中ですね、中指ぐらいで触ってますね、いや中指でこの辺でしょ、はい、そうそう俺指で触ってる、徳丸さんこの辺で触るでしょ、自分はこの辺で触ってました、これ取れてる今、徳丸さんはこの辺で触るんだよ、はい、俺この辺で触るんだよ、お手で言うね、全然違う、全然違うよね、もう一回やって、えどっちですか、さっきの悪いや、悪いというか元々のやつ、元々でも今意識してけどでもできてないもんね、うん、入り方も違うでしょ、上から行ってるよ俺、上から行ってるんですか、下から行ってるでしょ、徳丸さん、あーなるほど、なかなかですね、黒いところ難しいね、だからこれって何なのかっていうと、いいですか、手で言うこの動きなんですよ、これですね、元ギャルのお母さんたちは多分上手だと思うまたパチンコ大好きなお父さんは上手かもしれない、ね、だからここの部分なんで、やっぱこの足首のこの辺ですよね、うん、それぞれのこの辺が集約されてるかどうか、この手首のあたりの集約なんで、まさか衝撃のね技術でしたね、いや難しいんですね、むずい、こんなになんか差が出ると思わなかったね今ね、ちょっと真剣にいきますよ、し真剣にいきます、親指ですか、親指で親指で
あーくそーこんなにか。ダメですね。もうめっちゃ動くっすね。だって動かなくて。動く。江戸さん調整もうまいっすよね。ちょっとずれてもちゃんともうすぐ戻せますね。で、あれだよね、指先じゃないからもう繊細なところが、あのもう全然削ってない鉛筆で描いてるみたいな、クレヨン対シャーペン。あ、動かなくなって、あ、動いてる。だからこれですよ、これどうする。クレヨンとシャーペンの差がある。これじゃ分かりにくかったね。うん、ぐにょぐにょ。あ、ダメだ、ダメだ、ね。ぜひ、ご家庭でもできる練習だと思うんで、まあ、ペットボトルでいいと思いますよ、こんなものはね。はい、ぜひあのもう一回基礎から見直したいっていうね、小中高生、また幼児から、あの大人まで、めちゃくちゃこれは、ね、奥が深いですね。奥が深い。びっくりしましたね。はい、はい、ということでチャンネル登録お願いします。